まあ、鹿島アントラーズはほぼ不動のこの 4-4-2 というフォーメーションですが、エベラウドのトップに、まあ、その下に土井が入ったり荒木が入ったりということになりますね、はい、この2列目はかなり流動的に動いて、まあ、ボールを引き出すのも上手いですからね。右エンド神戸、左エンド鹿島アントラーズ、前半の45分がスタートです。上位直接対決、ともに勝ち点は41、ただ前節がゲームなかった神戸は1試合消化が少ないという状況です。泉とエベラウドとタイミングは合いませんでした。飯倉が出します。そのセカンドボールを拾って土井のワンタッチから荒木だ。荒木のシュート、飯倉対応、少しこうタイミングをずれて難しい対応だったと思いますが、飯倉よく触りました。中でのセーブだったと思うんですけども、うまく体を残してね、はい、ボールをかき出したという土井。根本フェイントから横パス、ピトカワンタッチで出してエベラウドのシュート、これもいいから、もう一度エベラウド、きっちりですか。最後きっちりですかね、体に当てて吐き出しましたけどね。犬飼右サイドに出て根本中央、エベラウド、エベラウドシュート、ダイレクトにアクロバティックなシュートを放ちました。エベラウド、長戸、荒木がちょっと時間をかけて、そして間に入ったピトカから泉、いいくらよく対応しました。サイドを狙ったようなこうイメージだったと思うんですけども、自分のイメージしたところよりは少し、まあ、ディフェンサーのプレスもそうですけど、スライドも速いんでね、はい、島のトラーズはここもそうですけどね、はい、おっと抜け出すか、武藤、武藤中央、ドーグラス中入れて、ドーグラス倒れる前、山口、最後は山口、あよく決め切りましたね。うまく相手のセンターバックのギャップがありましたけども、そのギャップをついて、まあ、武藤がうまくねタイミングよく抜け出しましたよ ね、まあ、ここで少し、まあ、味方が来るのを待ちながら、まあ、右のアウトサイドですよね、まあ、ニアのドーグラスが釣ったことで、まあ、背後のところにいいタイミングで山内が、まあ、飛び込んできましたし、まあ、ここは体で押し込んだっていうところでしたけどもね、このアウトサイドのパスもまあ、絶妙でしたし、まあ、ドーグラス触れなかったですけども、ゴールキーパーとディフェンスの間に非常に絶妙なボールでしたね。あとは体で、あとはこう気持ちの部分もありましたよね、まあ、山内君決め切りましたね、まあ、いきなり武藤結果出しましたね、ここも。サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。